どうも、トリプルナインです。本日の動画はこちらになっております。ヒーリングッズとプリキュアオールスターズ、キラキラカード組、ワンボックス開封していきたいと思います。では、パッケージの方を見ていきましょう。こちらが表面のパッケージになっております。後ろはこのようになっております。カードのラインナップは全部で15種類になっています。ちなみに、ワンボックスは20パック分あります。では、一つずつ開けていきましょう。では、開封していきます。1パック目。キラキラカードグミなので中にはグミが入っております。味はマスカット味です。では1枚目のカード見ていきましょう。当たったカードはキュアスターになります。後ろはこのようになっております。続いて2パック目。はい、キュアグレースが当たりました。後ろはこのようになっております。続いて3パック目。はい、キュアコスモが当たりました。後ろはこのようになっております。続いて4パック目。はい、ヒーリングッドプリキュア全員集合のカードが当たりました。後ろはこのようになっております。続いて5パック目。はい、こちらはハグッドプリキュアとスターティンクルプリキュア、ヒーリングッドプリキュアの全員集合になります。この3作品が並んでいるということは、映画プリキュアミラクルリープに出てくるプリキュアのメンバーとなってますね。後ろはこのようになっております。後ろは妖精たちになってますね。続いて6パック目。はい、キュアグレースとラテが当たりました。後ろはこのようになっております。続いて7パック目。はい、キュアエール、キュアアンジュ、キュアエトワールのカードが当たりました。後ろはこのようになっております。後ろはキュアマシェリとキュアムールになってますね。続いて8パック目。はい、キュアマシェリとキュアムールが当たりました。後ろはこのようになっております。さっきとは反対になってますね。続いて9パック目。はい、黄色プリキュアの集合絵になってますね。キュアエトワール、キュアソレイユ、キュアスパークルになります。後ろはこのようになっております。続いて10パック目。はい、キュアスターとフワとキュアグレースとラテになります。後ろはこのようになっております。続いて11パック目。はい、ここでキュアコスモのカードが被りました。続いて12パック目。はい、こちらも被ったカードになります。続いて13パック目。はい、こちらも被ったカードになります。続いて14パック目。はい、こちらも被ったカードになります。続いて15パック目。はい、こちらも被ったカードになりますね。続いて16パック目。はい、16パック目でやっと新規のカードが出ました。青キュアの全員集合絵になりますが、なぜか緑色であるキュアミルキーが入っております。基準的には2つ目に誕生したプリキュアのメンバーになりますね。後ろはこのようになっております。キュアミルキー、キュアフォンテーヌ、キュアアンジュになります。続いて17パック目。はい、キュアスパークルのカードが当たりました。後ろはこのようになっております。続いて18パック目。はい、ここでピンクプリキュアの集合絵カードになります。後ろはこのようになっております。キュアスター、キュアグレース、キュアエールになります。続いて19パック目。はい、キュアフォンテーヌのカードが当たりました。後ろはこのようになっております。では最後の20パック目。はい、スターティンクルプリキュアの集合絵カードになります。後ろはこのようになっております。はい、ワンボックス開封した結果、全15種類のカードが当たりましたので、一つずつ改めて見ていきましょう。以上でヒーリングッドプリキュア、プリキュアオールスターズ、キラキラカード組、ワンボックス開封していきました。商品にはプリキュアオールスターズと書かれておりますが、こちらに収録されているプリキュアは、映画プリキュアミラクルリープに出演するプリキュアのみがカードに描かれております。
ということで今回これにて以上です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではさよなら。